デオが新しく発表されるんだけど、それのミュージックビデオの撮影が明日なんだよね。そうです。だからそれに向けて練習しようということで、今回そのミュージックビデオでダンスまたやるんだけど、その担当が私真奈先生になったので、みんなで一緒に頑張りましょう。そう、これは私も初めて。そうなんです。今回の動画のテーマはズルがダンスに初挑戦するという。あら、自信ある？ないね。一応2日前ぐらいにダンスのムービーを送ってみんなで練習してもらって、今回はなんか揃える感じかな。というわけで今日の企画は、実はズズダンス挑戦しまーす。イエーイ。この動画を見る前にこのチャンネル登録して、私たちのツイッターをフォローしてください。お願いします。ちなみにこの歌ってどういう意味があるんですか？ちょっとね、作曲者がまだ来てないんで、宮田さんが作ったんで、後で詳しく聞くけど、まあ、簡単に説明すると、同じ音の歌っていう、日本語と中国語って、発音がすごい近い言葉がいっぱいあるの、それをこう次々と紹介していくみたいな内容、詳しい思いはじゃあ、後で宮田さんから聞いてみますか。はい、練習やろう。やろう。じゃあ、先生、お願いします。お願いします。お願いします。最初、見てもいいですか？こんな感じに仕上がってるか。なるほど。なるほど。わかりました。前から1年前ぐらいから振り付けしてるじゃないですか。はい。え、なんかみんなすごい上手くなってる。今日終わり？でもちょっと細かいところができてなかったので、みんなそこを揃えてやりましょう。はい。ズズはどうですか？ズズは可愛かった。可愛い。可愛さが残ってる。可愛い。直していきますか。はい。じゃあ、ワンツーワンツー、最初斜め前に、ワン、ツー、反対、スリー、フォー。ここちゃんと止まった方がいい。シャボンゴーゴー。じゃあそこまでやってみようか。はい、はい。距離を取ろうね。距離がうまい。ズズちょっと忘れちゃった。これがなんか。これそう。どうじゃズズ。才能がないね。そんなこと言わないで。努力すれば大丈夫よ。可愛いダンスなら絶対やるよ。これ可愛くないダンスなの。振り付けし。これはポップの。ああ、ポップダンス。ポップ苦手。大丈夫。ちょっとだから。でもそのちょっとがきっと見応えがあるものだからね。今度セクシーなダンスやりたい。可愛いのじゃなくて。あれ。どっちやもん。じゃあ今度は音源を流していただきます。はい。きまーす。私たちの首謀が来ました。リーダーの方が首謀者。さあ、首謀者だ。はい、首謀者。首謀が来たぞ。犯行を始めよう。違うわ。誰が首謀者じゃ。リーダーと呼べ。リーダーと頭だ。頭だ。どうこの曲。やっぱり僕が中国語を勉強するときに、日本人が覚えやすい中国語ってやっぱ日本語とすごい近い音だったり、うん、まあ同じ漢字を使ってたりする音だなっていうのをすごい感じてて、でそれをその日本人の中国語学習者の皆さんにも共有したくて、同じ音がするやつを集めて曲が作れたらなと。
真面目に感じてる。この漫才なに。はい、じゃあ今からサインのダンス始めよう、うん、いきます。見事に1テンポ遅れてた。誰誰誰。本当に本当に今から。まあそれはそう。今から。はい。曖昧で一歩出る。やるぜ。やるぞ。五人で。四四二四三四。夜の浪漫、シャローランカー準備 OK、 まずは三部三部。うわー、先生どうですか。いい感じだ。あざす。ういっす。じゃあ明日本番だから、それまでにちょっとみんな各自で練習して、あとなんか口パクとかもあるじゃん、表情とかもダンス以外に。だからそれを個人で練習して、明日素敵なものを作るように頑張ろうぜ。はい、わかりました。君を名人ます。どこで吹いたの。じゃーん。今書いてた。今から今日習ってた部分がちゃんと練習してします。音楽探してね。あとマニオメマニオちょっと。はい、じゃあ始めます。じゃあもう一度、マニー邪魔しないで、お願い。こっち、そっちに置いて。マニー、さっきの私はどうですか。よくできましたよね。じゃあ本番は明日だよ。頑張ります。今10時。明日早起きだからお風呂に入ります。バイバイ。おはようございます。今からミュージックビデオの撮影が始めましょう。はい、ちょうど今メイクが完成しました。メイクさんの髪の手からの韓国式なメイク初めて。うん、今日も頑張りましょう。じゃじゃーん。はい、いいね。はい、どうしたの。あ、私さっき一人三分。一人だけどっか言ってたよ。忘れちゃった。なんかサービーは2つある。あ、そう最後はね、ちょっと違うから。そう、後ろから見ててすごい綺麗だ。私一人三分だった。可愛かった。みんな言ってない。先生どうでした。先生みんなすごかったです、本当に。あら、優しい。本当にすごかった、びっくりした。なんかあのモニターで見た時すごい揃っててびっくりしたので、期待してたほしいね。何よりズズのダンスどうでした。最高、かわいい、萌え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 。確かに一人で散歩してたもんね。いじる大丈夫だ。あと散歩しないといけないところで散歩しなかったよね。そんなこともあったよね。りんちゃんだね。仕上がり楽しみですね。ねえ、サイエン台湾はこの B6 の動画を出す、この MV はサイエンジャパンのチャンネル。じゃああれだね、この Vlog が見終わったらサイエンジャパンにどんな感じかね、見てほしいね。ぜひ見てください。お願いします。はい、はい、はい、はい。
というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きなら高評価登録してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもあるよ、バトしてお願いします。チェイクさんありますね、下にあるね。そう、概要欄にありますね。ありがとう先生、ありがとうございます。バイバーイ。